はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、収益化プログラムの話なんですけど、うちの会社はですね、ブルーキャット SDK というですね、ソフトウェア開発キットを量子コンピューター向けに提供しています。世界的には SDK っていうと、IBM の KISS キットですとか、Google の SARC ですとか、いろいろあると思うんですけど、うちの場合はですね、国内が強いというですね、SDK になってまして、多くの企業さんに使っていただいておりますし、簡単に言うと、かなり使いやすい方なんじゃないかなということで、アプリケーションを作るという流れができています。で、今まではですね、チュートリアルというと、自社で作るものが多かったんですけど、最近はですね、他の人が作っていただくということで、結構アプリケーションでですね、結構いろいろ仕事が回ってきているということで、うちの会社がですね、公式であまり出しすぎると、そういったですね、ビジネス機会を失ってしまうということもあり、プロフェッショナルの方にですね、そういった収益をですね、お渡しして、収益化プログラムという形で、使いたいユーザーと提供したい開発者というところをつなぐような形で、仕組みを作り始めています。で、特に今回ですね、収益化プログラムということで、これ実は前から実はですね、裏でやってたんですけど、今回ですね、さらにですね、ちょっと改良して、いろんな人に使ってもらいたいということで、よりですね、始めています。で、これ2種類やり方があって、1つはブログを書く形式ですね、テキスト形式といって普通に文章を打つタイプと、もう一つはチュートリアルを打つですね、iPython という方式で、iPython とですね、ブルーキャットクラウドから、ここのですね、黄色いボタンを押してクラウドに入ってもらうと、チュートリアルが書けるんですけど、そこから書いてですね、で、この機能、珍しいのは、その投稿機能に iPython 投稿機能っていうのがあって、作ったチュートリアルはですね、簡単にですね、外部に提供できるという機能がついてます。で、それによってですね、何が起こるかっていうと、PV ですね、訪れた人の数と、あと内容コンテンツとか実績を考慮して単価を決めてですね、そのブログを書いたら、印税方式で積み上がって毎月ですね、収益が入るというタイプになっています。で、これ書き切って例えば1回ですね、1000円とか600円とかでクラウドワークスとかでよくなんか仕事出てますけど、そういったタイプではなくて、ページビューですねを見ていくので、1ヶ月間でどれくらい見てくれたかっていうところをですね、考慮しながら、金額を決めていくということで、例えば非常にいい記事を書いた場合には、その3ヶ月間、6ヶ月間ずっと見られている場合には、1回書いてしまえば、6ヶ月間ずっと収益が入り続けるということになります。で、今のところはですね、アカウントは申告制になってますんで、チャレンジしたい人はですね、このアカウントでチャレンジしますということを申告していただくと、早速10月1日からですね、そのアカウントに対する PV と単価を決めて、で、実はここはですね、アルゴリズムで決めていて、で、今後ですね、うちの会社はですね、アルゴリズムをかなり多用するという方針を決めました。で、アルゴリズムっていうのは、簡単に言うと計算式ですとか、データを使ったモデルと言われるものなんですけど、そうですね、数式やそういったデータモデルを使ってですね、単価を導き出して、それ自動計算をして、毎月ですね、集計をするというものになっています。で、これをすることによってですね、やはりですね、不公平さがなくなりますし、ずるしたいとか、チートとかって多分いろいろいたちごっこだと思うんですけど、きちっとですね、いい記事を書けば、それが評価されて、よりですね、大きな収益に入っていくということで、大きな、いい記事をですね、たくさん書くというところをモチベーションにして、そういったですね、うちの方もアルゴリズムをきちっともっともっとですね、評価ですね、バッチリですね、納得いくような評価にしていかなきゃいけないんですけど、そのですね、いろんな人が、そのいろんなコンテンツで、どういったところにですね、ニーズがあって、どういった人が見ていてっていうところをですね、分析しながらやっていけるような仕組みっていうのを、どんどんですね、取り入れていきたいと思います。なので今後はですね、いろんなアルゴリズムですね。で、今回の収益化プログラムにですね、際して、もう一個ですね、追加するアルゴリズムがあって、これがですね、量子ボットですね。何かっていうと、量子人材といって、量子コンピューターの人材ってかなり不足してると思うんですけど、そこをですね、機械学習 AI でやってもらうということで、それで AI がですね、チュートリアルを作ったり、AI がですね、ニュース記事を要約して、そういった量子の記事をですね、投稿してくれるようなものをですね、今作ってますんで、量子人材って言ってもですね、人口のですね、人材でもいいんじゃないかなと思って、たまたまドラゴンボールのですね、人造人間編のセル編を見てて、人造人間でも人間かなと思って、なんで量子ボットですね、なんで機械学習とかアルゴリズムを使った、ニュース投稿やカリキュラム投稿っていうところをですね、どんどん強化していきたいと思いますんで、
まあ、最近流行ってる生成モデルですね、 GPT-3 とか、まあ、そういった生成モデルをですね、うまく組み合わせながら、まあ、量子ボットっていうところも使っていきたいと思いますので、まあ、ボットに負けないようにですね、人間がもういいチュートリアルを書いて、まあ、収益を求めていくということをしたいと思いますので、まあ、ぜひですね、いい記事を書いて、収益化を目指してみてください。今回は以上です。